いやでも本当いいわこの車、うん、A110S 買いです、ね、めっちゃいい音、私土屋さんにおすすめしたい。これめっちゃいいよ。そう、ルノーアルピーンの A110 の S。S はね乗ったことない。A110 は、はい、今まで何回か乗って、うん、もうなんか GR86 の兄貴分みたいな、うん。パワーあるから。いいですよね。いい。A110 めちゃいい。いやいいんですよ。軽いですよね。ね。とにかく軽い。S でしょ。S。S と今まで普通の GT っていうのと S っていうのとノーマルがあるんですけど。パワーあるよね。あります。どう違うんですかこの。あのね、パワースペックとかと軽さとかちょっとずつ違いますね、うん、はい、これいくらするんですか。これは結構高い。いくら。これは1000万超えてると思うんです、ね、はい、当初は800万ぐらいだったよ。あ、そうですね、あれで十分だったけど、ね、うん、これ上、あれですよね、カーボンだった。あ、そうそうそう、カーボンの。ルーフがカーボンになってる、はい、ね、カーボン。でもさ、もう今みんなね、フェラリーとかさ、うん、大きくなっちゃってるじゃん、ポルシェも、はい、このぐらいの方がなんかいいよね。そうなんですよ、サイズ的にもね、幅が1800ぐらいしかないから、うん、ちょうどよくて。なんかこれね、なくなっちゃったけど、うん、アウディ TT とかあったやつ。 ありましたね。でもなんかこのアウディ TT 的なね、うん、なんかこのぐらいがいいんですよ、僕なんか。なるほど。いや、力量的にはこの大きさは扱いやすい、うん、そうですよね、うん、あれみんながみんなさ、土屋さんとかさ、はい、あのケイちゃんみたいな運転うまいわけじゃないじゃないですか、うん、ちょっとこれ早速これ乗ってみましょうね。じゃあ、はいはいはい、これね、バケットシートついちゃってこのフルバケット、フルバケだ。これちょっと疲れるな長距離嫌だね。嫌ですよこれ、まあね、長距離嫌だね。これあれですよ、助手席もフットレスクのボードがついてる。ちゃんと踏ん張るように。すごいじゃん。すごい、めちゃめちゃ軽いに命かかってるこれ。で、土屋さん、はい、ちょっと見せてください、この実力を。じゃあ軽く。じゃあ土屋さん、ちょっと行ってきます。お願いします。はい、さあ、行った行った。はい、はい行った行ったって変なおやつだよな、本当にユニークだね。この大きさはいいよ。いいですよね、楽、本当にこの大きさは。で、軽いし、うん、もう重心が真ん中にあるよみたいな感じですよね、これ。いや、本当そう、うん、本当にもうね、GR86、BRZ の兄貴分。ああ、確かにそれで企画、ね、動きもそうだしね、うんうんうん、でパワーがあるじゃん。はいはい。いい音してるな。めっちゃいい音。確かにいい音だね。軽いわ。軽い。横乗ってても軽い。軽い。ほんと軽い。いい音。だけどこれはさ、うん、普通のタイヤ履いてるから、ええ、ハイグリップタイヤじゃなくて、はい、
だから分かりやすいの、動きがアンダー出るかな、オーバー出るかなっていうところが、なるほど、すごく分かりやすい。これはよくできてる。これはいいですね。本当よくできてる、うん。これは売れるわけだ。ね、横に乗ってても楽しいもんね。めっちゃ楽しいこの車。土屋さん、はい、どうでした？大きい。めっちゃいい。めちゃくちゃいい。めっちゃいい。あ、そう。あのね、ノーマルとどう違いますか？ノーマルはもうちょっとこう動くし、うん、でこれはさ、ノーマルよりも軽いから、うん、軽量化してるの、うん、だから日本で言えば日本のホンダのタイプ R みたいな感じ、はい、で動きがもうそのそうスバルで言えば BRZ、うん、ナトヨタだったら GL86 みたいな、あれをさらにこう完成度を上げてるって感じ、あ、さらにでパワーがあるでしょ、ターボ、うん、2リッターターボだよね、そうです、あ、1.8 リッターターボ、はい、だからトルクあるのってことは、これ買いですか？めっちゃ買いだけど、買い、うん、え、限定だよね。 S はあるんじゃないかな、 R は限定、あ、そっか、はい、まあ、これで十分だよね。いや、もう十分、いや、十分どころじゃない、めっちゃ楽しい。あ、そう、めっちゃ楽しい。横に乗ってても軽いの分かりますもん、車は。また荒っぽい運転しなかった。あのね、土屋圭一はね、運転がうまかった。そうそうです、そうです ここしか取り柄ないですからね。あとは六本木の飲んだくれですからね。そこは何も言えない。いや、だけど本当にこの A110 は、うん、すごいバランスいい車。うん、あ、そう、うん。いや、なんかいいよな、ね。車としてインフォメーションを与えてくれるの。うん、もう、ケイちゃんにも言ったんだけど、ポルシェとかフェラーリってものすごい限界が高いからさ、うん、なんともないなんともないっていきなりうわっっていうのが来るんだけど、これは穏やかに、まあスピードは高いですよ、うん、スピードは高いんだけどアンダー出るよそのスピードだと、うん、で、あ、そこから旋回してそれだけハンドル切るとケツ出ますよっていうのをちゃんとインフォメーションがある車、うん、あ、そうなんだ、これはいい、もうフルバケだけどもう我慢するめっちゃいい、うん、そう、でちょっとあのね、うん、こう小川さんでしたっけ、はいはい、社長さんね、社長の小川さん、はいはい、小川さんに行ってね、ええ、半額にしてもらいましょう小川さんお願いしますよ、半額なら即買いでしょこれね、いやでも本当いいわこの車、うん、A110S 買いです、ね、車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり、車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買い取り販売ならアヘッドモーターサービスへ。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎、お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。